いや、それは保出候補出てきます。あ、そうだ、だから今日ね、これ、準備してたやつで言うと、ちょっと振り返ろうと思って、これ、これ、これ、こんなん楽しいと思って、この、じゃじゃん。はい。ネットのサイトの、えっ、ー、と、ヒストリカルベースだったかな。これ、昔のスカットが全部見れるんですよ。なんで、こう、文字小さいからあれなんだけど、ちょっと気になる人は見てください。これ、なんとなく映しといちゃうけど。ヒストリカルベースとかでみんな検索してみて、気になる人。これ、2015、16の、クロップが就任した時のリバプール。途中までロジャースで、途中からクロップになって。 でこの時にミノレキーパーで、フォーバック、右からクライン、で、サコー・ロブレン、左サイドバックの・モレノ。モレノ、いい人でしたね直接会った時に、モレノの守備がなーってずっと言ってたのに、俺、キャンプで直接会って、あベストサイドバックって言ってたからね、ねあ、You are e ス t っ <laughs> て言った。 夏いよね、これね。で、エムレちゃんがなんかやってて、僕、しっかりこういう、チャンネルで動画とかで喋るようになるまで、エムレちゃん、ウィーデとかで使ってめっちゃ使いやすかったんですげえ、いい選手だと思って、当時、レアル・マドリードのアンカー問題とかとエムレちゃんとかいいんじゃないですかねみたいな風に思ってたら、ちゃんと見たら、全然よくないみたいな。<laughs> 起点が効かないみたいな。<laughs> あとは、えー、見るなルナ、コウチーニョ。これね、就任当初ね、あれなんだよね。確か就任初戦だったかな。トップね、オりギなんだよ。で、トップ下でコウチーニョだったかな。 フィルミーノウィングだコウーチーニのウイングだでも。で、次のシーズンのキャンプで、あれ、コウチーニをインサイドハグに使ってめちゃくちゃよかったんですよ。で、サラー取ってきて、サラーネでコウチーニーインサイドハーフみたいな。ただ、そこでバルセ行っちゃうんだよね。ルーカス・レイバズが懐かしいね。そこの時ね。で、どんな補強するんですかって言われて、もう冷蔵庫にまだ新鮮な食材がいっぱいあるのに。 なんで市場に買いに行かなきゃいけないんだみたいな感じのこで言ってた気がするんでこれ確かクロップが言ったようなまあでもそんな感じで言っててそうでしっかりどんどん入れ替えていくっていうね、うん、でこれがクロップ悪いかっていうとそうじゃないんですよだってチーム強くしようとしたら入れ替わるもん絶対にそうだから基本そのサッカー界の断りっていうかだからそれで生き残ってる選手とかエグいんですよ なんかこう普通に残したかった選手いっぱいいると思うんですよ、気持ちとしては。だって、就任当初覚えてるのが、みんなララーナになってもらうぞってクロップ言ったらしいの。だからララーナ、走れて、ライン間で上手くてみたいな、プレスバックとかえぐかったですよ、ララーナ。もう本当にシャトルランみたいに走りまくってゴール前で吹かすみたいなシーンとかね。 でそのララーナも残したいけど、やっぱ怪我が増えてみたいな、やっぱ強度出せなくなってとかあるじゃん。そうだ残したいけど、出さなきゃいけない監督の気持ちってありますから、今どこい,いんだろうなみたいな。で、僕、リバープールの選手全員知ってるつもりだったけど、ウォードだけ分かんなくて、でもウォードが一番優しかった、キーパーで。キーパーというか、全選手の中で一番ファン対応良かったの、ウォード。で、ウォードの時だけ俺、俺、誰なんだろうなと思いながら、この優しい人はって思ってたの覚えてる。だからそれからずっとウォード、レスターとか言ってるけど、超応援してる。 懐かしいなあこのやつねでここから2010次のシーズンになってはいこんな感じでまださら来てないかなそうでマティップ来たんだよねマティップフリーで撮ってワイナルドム来てワイナルドムね入荷するか来ても,もっと無鉄砲な感じかと思ったら超気ぃきくじゃんみたいな感じだったウッドバーンとかめっちゃ期待されてたんで、ね、ウッドバーンとアーノルドのデビューで今後どうなるみたいな動画僕作ったんですよねウッドバーンもっと行くと思ってたなあみたいな感じでしたね そう、マルコビッチとかね。そう、小チに売ってアリソンダイクね。小内の200何ー億で売れてるもんね。しっか試合出てた人がこれあ、そう、マネね。マネここで入ってきて。サーサンプトね。だから本当に。だから、強度と技術ベース選んで気が利くかどうかみたいなのは取ってみてからわかるみたいな感じなんだよね。で、このシーズンに CL 券入ったんだよ。で、次のシーズンで、これ優勝したシーズンか ?1718 は。ファンダイク来てないからまだ優勝してないな。 まだ,カリウスだもんねキー,パーだからカリウス多分クロップの肝煎りで来たけどうまくいかなくてで来て12ヶ月で彼女に振られてそうめちゃくちゃミスを多かったからあ涙で見えなかったんだみたいな思ってたんだよあシャキリもいたねシャキリとか一生懸命頑張るけどねもうクロップにピッチサイドで出場する前に交代の時に指示されてる時にもう脳がキャパオーバーしてる感じの話の聞き方だったね ランキー今ね、ボーマスで活躍してるけど、アップとかダラダラやってたから、この選手、怪しいなと思ったら、やっぱそういう放出されるんだよね。そうだから、アップダラダラやってると、やっぱそういうところの態度出ちゃうから、そこはね、だからうちの選手とかでも、アップダラダラめの選手がね、そういうふうになっちゃうから、だらだらしないでっていう、長文で言ってやろうかな、走れとかね、キビキビやれじゃなくて、お前、アップダラダラやるとリバプールの時のソランーみたいになって、最終的にボーマス行くことになるぞみたいな。 で続いて、えー、この次の年にファンダイク来るんですよファンダイク冬に取ったんだっけあれシティと争って確かねサグサンプトンがダメって言ってるのを交渉してて結果謝罪料で10億ぐらいプラスになるぐらい払ってんだよねでこのこのスカッとこれがあれだよねあれプレミアと CL ってどっち先に取ったっけプレミアかプレミア取った後 CL かファンダイクは冬そうカリウスイケメンだやっぱりねメンタルのところだよなカリウスに関してはもうミスの仕方とかもね ああ、アンフィールドの奇跡がね、あ、そっか、あれもう、だって説明つかないもんね、あれ、ジョルディ・アルバ、そんなミスしてなかったじゃんとか、ラングレ、そのロックの外し方しなかったじゃんみたいなね。で、ここで、そうそう、やっぱ、アンカーの質、やっぱ、質、明らかに上がってるもんね。で、これ、ちゃんと、結果出すから、CL 行くから金が上がって、みたいな。で、どんどん結果出すから、で、俺、覚えてんのが、このシーズンやけど、ファビーニョ取った時に、モナコでファビーニョって、もう本当に、 超有望アンカーっていうか、ファビーニバカ横すげえ時代があったんですよ。えみたいな。今すごい差ついてるけど、その二人みたいなえ。そんなに仕事の差あるみたいな、そういう芸人さんいますけどね、コンビの。で、だからファビーニバカ横が分かれて、そっからのバカ横を見る人が、あれ、ファビーニすごかったんって,って気づくみたいな。ドリンクウォーターカンテもそうっすよね。あ,あれ、カンテがすごかったんだみたいな。 でまあそのファビーニョが普通なら取り合いになって移籍期間2ヶ月ぐらいあるじゃんあれがもう途中で決まるとかギリギリまで決まんないあるじゃん史上開いた瞬間ファビーニョ取りましたっていう風になったんだよで俺それでうわリバプールすごいみたいなちゃんと裏でしっかり交渉しててちゃんとまとめてこのいい選手を獲得したリバプール強いくなるわーみたいな思ったの覚えてんだよねそうサイレント・ファビーニョ <laughs> サイレント・ファビーニョってなって そうでフィルミーのゼロトップでフィルミーの下がってマネサラっていうねそうだからこのメンツさめちゃくちゃ聞いてるでしょこれこれほらだってアーノルド以外全員訳分かってるじゃんこの時のねうん <laughs> <laughs> アーノルド以外全員がさ分かるポジションに動いてくれてでここに見るな出てくるからね後ろからいやそりゃ強いよねで調子いい時のチェンバレンとかミドルとかすごかったからねそうだからみんな訳分かってるからアーノルド許されたんだよね アーノルドはキックの一芸の人。他は、まあいろんなところでも、そう。だから、弟なんだよね。でもなんかそういう、マドリーディーまあマルセロは分け分かってる分かってないとこじゃなくて、マルセロは単純な守備能力だけど、そういうなんかこう、漫画にしたら面白いチームだよね。みんなのキャラクターもあって、みたいな。で、1920シーズン。こんな感じだね。誰が変わったのあ、でも基本、主要メンバーは一緒だね。あ、この年はあれか。マティップが怪我で結構出なくて、 そうでゴメスの台頭があったとしたらねだからゴメスこっからもっと行くかと思ったけどなでリオットちょっと出てきてみたいな一旦クラインちょっと戻ってきたのかこの時あ南野入ってるじゃないですかそうそうそう南野はねあれですよねチャンピオンズリーグでザルツブルグと対戦した時に僕も分析動画作ってますけどね今でも見れるんじゃないですかねこの辺は補強が的確で強くなる感覚がある ユバップルほんと遺跡前の情報はあんま出ないですよだからねあれ少数精鋭でちゃんとやってると思うよあのバルサが情報出んのって役員会とかいろいろでかくなりすぎてそれでねリークしてなっちゃうんだよあれ組織でかくなると口をねふさげない人が出てきたりとかあとその人の人脈で教えなきゃとかありますからね昔日本代表もね日韓スポーツに教えてる内側の人いるみたいなそれを内側の人から僕聞いたことあったっすからねあの人がソスパイみたいになっちゃってんですねみたいな それもスパイやってるっていう感覚ないんでしょうねみたいな普通に馴染みの記者に対して喋っちゃうんすみたいな西野ジャパンの時あったねそう仕事はね誰とやるかより誰とやらないかだし有能な人がいっぱいいたらいいけどだからあのジブリのさあの鈴木敏夫さんもドキュメンタリーで言ってたよねお金があるから有能な人を少数制で雇っていいものが作れるみたいな そうお金作るよりも使うう方が難しいいっていうのはねお金を使うにはやっぱりお金を使う能力が必要になってくるっていう。で、お金を使うべき選手をちゃんと集められ,てるられるようになってきたのはクロップだし、その前のね、小森からマイケル・エドワーズにスポーツディレクターになってみたいな、で、もともと補強委員会みたいなのがあって、それがね、補強委員会が悪いっていうより、打ち出し方、レッドソックスのメソッドで、マネーボール的なことをやろうとしたのよ。 セイバーメトリックスっていうこの手法でサッカーでもそういうクロスの入る回数となんかそのプレスの強度みたいなあの指標の出し方自体は間違ってないんだけどサッカーって野球よりも個人競技感ないじゃん選手同士の相性とか取るスペースとかそういうこのデータで見れないところの部分を軽視しすぎてうまくいかなかった補強時代があってそこを乗り越えてみたいなだからこのね誰がどういうスペースかってこう僕は集中学で書いてるようなことっすね それがうまくね、かみ合うようになってきたみたいな時代の話ですかね、これ。で、この後、カトキかなあ、ナサニエル・フィリップス結構で、ね、ナットね。そこの時、ファンダイクで結構、怪我人が多かった時代か、これ。ファンダイクがあれだわ。ちょっと嫌なこと思い出すんだけど、エバートンのね、あの、俺でも覚えてるから、やっぱサポーターの人めっちゃムカつくだろうな。エバートンで、あの、しょうがないことなんだよね。試合やってる中で、あの、キーパーのミ、えー、と、ピックホードにね、スターダイブやられて、それで足ね、やられたみたいな時だよね。 そうこの年きつかったんだよなあれがまたライバルチームのエバートンっていうのもねサッカーやってたら相がつきもんだから攻めちゃいけないんだろうけどやっぱりどうしてもそこは人間だからねだからサラーのね脇固めもあったしね明らかにラモスわざとやったのみたいなねかばく懐かしいなそう,こう強度はあるんだけど前にしか守備できないっていうねそういうトルコって感じの選手でしたねトルコのセンターバックのあのそれこそエアネルバクチェンに行くけどあのソユンチューみたいな感じでしたね クメディオとかどうしてんだろう、ね、プレーシーズンで見れて良かった若手なのにその後見ないなみたいな寂しいパターンありますよね。アリソンのヘッドあったね。あとさなんか守備固めでさロブレン使ったらそのロブレンのミスでやばくなったアリソンがなんとか抑えてくれたみたいな、ね。てかロブレンが反対から入る前だね。スパーズ戦でボロボロで前半で交代になるみたいな。 そうでファンダイクのあの時1何0億高いって言われたんだけどファンダイクいるかどうかで CL 出れるかどうか変わるから CL 出るかどうかで90億以上変わってくるみたいな話聞いたからってなると CL 出れる戦力を100億110億で取るっていうのはそれはあの理にかなってるだってそれが毎年そうだったらプラスになるから,からファンダイクさ1何0億かけてさ大プラスじゃんあの時。 そういう話を YouTube でしてましたね。これファンダイク高すぎるだって今よりもディフェンスに100億かけるとか異常みたいな時代だったからこのリバプルの判断は素晴らしかったと思いますね。そう、チアゴとかいてね。であとはまあ記憶に新しいですけどね2021、2022シーズン。あと新しく出しんだみたいな人はねなんかチアゴってほんとうまいけどうまいだけじゃなくてちゃんとテクニックじゃなくてスキルがある選手なのが好きなんだよな。スキルをテクニックに見せる選手っていうか,かフィルミーノとかね シアゴってそうですよねだから次それがねガクポーとかねガクポーって名前かわいいよなガクポーこのあて入ってきてみたいなあルイス・ディアスもこの時の冬に取ったのかディフェンスラインひどすぎてファンダイクだけじゃなんともならんと思ってたけどなんとかなったっていうそうだからねフィジカルもあってコマンダーだからで2223は南野が出ていった後のシーズンでみたいなエリオット結構出てますねこうやって見るとねエリ,オエリオットはね今季もどんどん上列上げて来季はもうがっつりスタメンみたいななんじゃないですかね ハビオカルバイルが思ってるの馴染めなかったっすね。それ環境面あるからな、今。ピドルのゲもそう、意外にそうみたいに言われてるしね。あ、アルトゥール <laughs> アルトゥールいたの忘れてたわ。あ、違う復帰したんだよかったね。そう、エリオット。あ、カーティスもね。カーティスはフィジカル的にも知性的にもすごい伸びてんのがね、いいっすよね。あと、あれですよね。あのセンターバックのあの子なんだっけ。クオンサだ。うん。クオンサだよ。クオンサだっけ、クオンサあの選手もいいっすよね。 僕ジョーゴメスよりは全然のの方がいいとと思ってるから今の状況だと、まあ、結構みんなもそうか結構クロップももう気が利くみたい言ってましたねなんかねそう猫コウィリアムスはなちょっと3年生の部活に1年入っちゃった感じがあったからね前出た時ノッティンガムってなんかビッグクラブで見たけどそんなに試合には出てんの見たことないみたいな選手いっぱいいるよねアリペ君レオさんの大工が怪我したシーズンでの伝説のベン・デイビス覚えてますか え、何だったっけエン・デイビスって選手を取ってどう使うのかって結局使わなかったんじゃなくて中盤で使うのかなみたいな結構そのパターンあるよねリバプールってあのあだあそうファンデンベルフもそうだよねいや結構そういうのあるんだよねめ珍しい話じゃないっていうかそんな感じですね今日はありがとうございましたまあみんなとねこうクロップリバプール振り返れてよかったっすねでもまあ監督辞めたいっていうよりもうリバプールでの仕事のエネルギーがみたいな話でそれはねもうだって見てるこっちがもうあの ねえクリスマスあたりからさ、年末年始とかさ、もう,もうみこっちが疲れたわってぐらい、まだやってんのか、試合みたいな、めちゃくちゃ多いじゃん、それでいうと、やってる人はね、そこに移動があって、ね練習があって、サポーターからのプレッシャーがあって、ね、メディアからいろいろ言われてみたいな感じだから、そりゃ疲れるわっていう、それ八8年やったから、いや、本当、クロップに改めて、まあ、まだね、シーズンは続くけど、本当、お疲れ様ですってお伝えしたいですし、ここからね、今季のリバプールを、ね、クロップラストシーズン、選手たちがどういうふうに戦うのか、目に焼きつけましょう、みんなで。 いありとにクロップに感謝でね奇跡が起きるならば今情熱ひらめき重なりあ俺らやってきたとけりゃもうござかもと思うよ誰でも奇跡が起きるンレ仲間とにいな俺らやってきた本当にってればに感謝でね末が楽しみだろう が「起きるならば今